もしもし。はい。ウィッ。こんにちは、古賀です。古賀さん、顔映ってないよ。あ、今やりますよ。映りました、俺の顔。あ、来た来た来た。来ました、俺の顔。来ました。ちょっと待ってね。あ、来ましたね。ちょっとじゃあ、俺も、ちょっと行きます。対抗して。ちょっとね、ゲームの画面とね、ちょっと今一緒に。俺ももう、佐賀さんスタイルで。ウィッ。こんにちは。古賀です。今日もスロベカプロジェクトやっていきますこれ、やばい、クオリティが。ちょ、待って。いや、すごいところを待たされましたね、今。すごくないですか、このクオリティ。めちゃくちゃ似てますね。ちょっと待って。いや、これ。これね、はい、今ね、はい、古賀さんのさ、ええ、さ、待って、一回、なんか、今件、一回切って、ちょっとインし直すわ。わかりました。はいはい。はい。ということでね、今、ぐだぐだになってしまいましたけどもね、ちょっとちゃんと、とりあえず、僕のやるべきことはやったかなと思います。なんか、まあね、やっぱりね、打ち合わせしないでね、ぶっつけ本番でやってるんで、まあ、こんな感じになりますよ、正直ね。やっぱり、大人2人がね、あたふたする様子もね、皆さんに、お届けできたらなと思ってますから、基本的に俺はノーカットでいきますからね。いやー、ただ、佐賀さんのこのスカイプの、顔写真はやっぱりカットした方がいいのかな。さすがによくわからないですけどね。いやでもこれちょっとこの待って結構どんぐらい待つんだろう。結構待つのかな。あ、来たよ。あれ行きました。今来たね。ちょっと待ってね。今承諾をした。承諾押すんやけど。はい。ダメですか。できないですか。なんかね、なんか。丸いローディング画面みたいなのをずーっとくるくる回りよるね。大丈夫な。俺は大丈夫ですよ。俺はもう佐賀さんの顔バッチリ見えてますから。マジで？なんで？俺の顔いかないですからって。なんかウイルスかなんかに引っかかっとるのかな。ああ、やっぱりか。俺の顔やっぱりウイルスに、ウイルス感染しましたからね、さすがに。いやー、ちょっとね、顔映してやりたいな、せっかくやったらね。いやでもまあどうでしょうね、やっぱり佐賀さんの動画を見に来てる人はやっぱりイケメン目的ですからね。あ、どうでしょう、俺の顔が映っていいものかどうか。いや、いいものでしょ、別に。いいものです。いや、俺はやっぱ佐賀さんほど整ってないんでね。何のために何のため、別に動画を撮る、俺別にね、はい、ちょっと待ってね、まだね、ちょっと録画を開始してないじゃん、はい、俺もう始まってますけどね。ああ、もうリアル実況やもんね。リアル実況なんで。ちょっと待って。いやー。よし。もう、いやー、こんな、なんでやろ。なんでですかね、俺の方もバッチリなんですけどね。マジで？今、あたふたしてる佐賀さん、バッチリ、バッチリ映ってますから。いや、ちょっと待って。なんか上に出とったのは、あれ、OK 押さないかんかったのかな。なことねえよな。多分なんか録画のこのアプリとかによって多分うまくいったりいかなかったりするのかもしれないですね。いや、昨日ね、それを試したんよ、ちゃんと実際に。あ、そうなんですか。リハーサルして。リハーサルをわざわざしたんよ。したんですか。そう。で、今本番でうまくいかないよ。そう、いつものパターン。ちょっとわ、もう3回、3度目の。何回でも、俺何回でも付き合いますよ。あ、オッケー。ちょっと待って。俺何回でもいけますから。切るわ、一回。大丈夫ですよ。見てください、この、見てくださいね、この、しかと皆さんの目に、俺は、送りますから、送り届けますからね、このグダグダ、過去最高のこのグダグダパターン、うん、やっぱりね、でも、まあ、いつものやっぱり生の佐賀さんですね、生佐賀さん現れましたから、僕もちょっと、でも、口内炎痛えな、口内炎の痛さと、
佐賀さんとこう今こんな感じですから、正直ね、めちゃ痛いな、めちゃ痛いな。俺の方うまくいってんのかな、これ。もしこれ撮影失敗とかしたら結構めんどくせえぞ、割と。あ、来た。はい、お願いします。お願いします。3度目の承諾。行った、来た、来ました。もう来ませんのでわかる。もしかしたらこれ俺がダメなんかな。だってリハーサルではうまくいったんですもんね。いったもしかしたら俺の方がもしダメなのかもしれないですね。遅れてないのかも。なんかね、はい、真ん中で丸いのがくるくる回っとるっちゃうね。あー、マジですか、うん、それかちょっと一回切って、はいはい、一回俺録画の方ストップしてから一回遅れれば多分遅れるかもしれないです。それで行きましょう。わかったか。もう一回切ります。一回だからここで切りますから。そう、これはしょうがない。これカットとかじゃないから。これカットとかじゃないから。うん、これは違うから。これは違うから。うん、違うから。正直。そうですよ。これはまあまあ僕のだから佐賀さんの動画の方では俺は音声のみの。だからラジオで行きたいと思います。はい、小賀ラジオで。ちょっと待って、それやったらもうこれを、ちょっと待ってや。はい、大丈夫ですよ。いくらでも待ちますよ。よし、じゃあこれからね、はい、始めて。はい、はい、行きますよ。いや、はいはい、佐賀さんは、まあね、佐賀さんはあれですよ、はいはい、俺の動画を見て、もう最悪俺の表情を確認するしかもうないんですから、佐賀さんの動画を見た人は俺の表情はまあ見えないということ。いや、もうちょっと寂しいね、はい、何やろうな、これ。何なんすかね。しょうもない、ほんとに。仕方ないですね、やっぱりこれ。もうやんねえ、はい。もう、あれよ、別にね、なんか俺、正直ね、はい、その、スカイプとかをこう、はい、わざわざこう録画をこうすることを目的で、はいはいはい、なんかね、俺小賀さんと別にね話そうとかいうあれじゃないんですよ。俺もですよ。俺も全然もう録画も別にもうぶっちゃけ動画とかどうでもよかったんです。ただまあ、はい、どうせだったらみたいな、ね、なくても全然いいですよ俺。日記やからね、でも俺多分撮影しないと俺佐賀さんとだと俺多分本当スカイプ5時間とか行っちゃうんで行き過ぎだ行っちゃうんで、だからまあ撮影はある意味この時間を抑制するためのこのなんていうんですか、あるじゃないですか、それ。はいはい、はい、いやねいやーね、あのね、はい、待って、はい、なんですか。あ、俺がね、はい、ちょっとね、はい、よく、ね、はい、思うのがね、はい、他のさ、はい、こうスカイプで誰っけ、グッシャーさん、俺よく知らんけど、あ、はいはいはい、やりましたね。とかさ、はい、こう話し寄ったりするやん、なんかさ、普通人ってさ、はい、人と話し寄る方が、はい、こう盛り上がったりさ、うるさかったりするやん、なんで一人の方がうるさいの。そうですね、やっぱりそれ、やっぱ人によりますよね。あのグシャさんは結構喋ってくれる人なんで、まあまあ俺が聞き手に回ろうかなっていうのもちょっといろいろ考えたり、俺なりに考えたりしてるんで、テンションはだいぶ違うけど、ね、だいぶあのタイミングが悪かったですね、グシャさんの時。俺結構姉妹手でがっつり、もうがっつり、はい、もう白ドラゴンを当てるために、エクステリアちゃんと夏かすみを当てるために、俺もう2日間にだって2500個のジェル貯めたんですよ。ああ、見たその時に俺はもうだいぶ心やられて、グシャさんもタイミングが間が悪いというか、その時に限って電話しましょうよって来たんで、ああいいっすよそんな塩梅ですね、うん、はい、なるほどね。そうなんですよ。あ、どう今心境は。いや今は、まあ、正直とりあえず佐賀さんとおそろのゲオルグを俺当てられたっていうのが俺もだいぶ心の安定を保ってますよ。そうよ、もう髪型がね、もうベジータやからね、こいつ。ベジータですね、ゲオルグ。ゲオルグ当てられてよかった、でも。これめちゃくちゃ強いぜ。強いですね、これ。いや、その後にね、今日ね、
あの今さっきアップしたばっかりなんやけど、はい、あのねガレアのさ俺ソロでやりようやん、やってますね俺参考にしてますよあれ。それは参考にならんからねあんなもん雲に被弾しまくってさ。いや俺ソロではやっぱりなんか無理ですもん。あ俺次からね、うん、もう星9踏み込むけんね。あゲオルグでいっちゃいます。いやガレアで行く。ガレアで行くんすか。ガレアで行く。さっき俺コメント欄で見ましたけどフォロワーさんに話しかけるときなんてゲオルグでやる予定ですみたいなこと書いてましたよ。だってあゲオルグとガレアで、うん、まあどっちもね。いやでもゲオルグ使う以上やっぱりノーダメでしょう。ノーダメソロ動画でしょ。それはねちょっとごめんそれちょっとね、ここ2人に全く関係ないかもしれんけどそれはちょっと港さんかなんかにちょっと求めてもらった方がいいわ。あの人はうまい。あそうなんですか。俺あんまり見てないですけどなんかあの308連ってやつは見たんですけど、いやもうねソロ動画見たことないですよあんまり。うまいですか。むちゃくちゃうまい。あそうなんだ。やばい、あれはいかん。あそうなんだそんなに。いやもう本当にうまい。あのねなんか冥界ソロとかもやっとうもんね。ゲオルグで冥界ソロとか。俺が本気出した時とどっちがうまいかちょっと楽しみなとこですね。俺のマジモードの時は結構やっぱり ガチの時やばいですからね。いやプライベートな子がのプレイは見たことないじゃないですか。いやそうね。その時の俺はもうガチですからね。話しながらとかじゃない、もう寡黙にこうやってる時は俺もすごいですから。それ五十嵐さんやん。五十嵐さんは関係ないですから今。佐賀さんの動画見てると五十嵐さん全然わけわかんないです。五十嵐さんそう5分おきに仕事の時にでたまに重いもの持つとゼアーって言うんですよゼアーって言うんですよ。あのねそれ会社にねゼアーじゃないけど会社に前もう今おらんけど、ね、くしゃみしたらウルトラマンの人がおったよね。あなんかね、はいはいはい、こうくしゃみってさ、はい、ハクションってこう下からこう行くやん、はいはい、やけどいきなりもうトップから行くんよ、ね、あトップから始まるとなんかもうハクションみたいななんかかっこいいなそれそれそれでかっこいいっすね。そうなんや、ね、ちなみに五十嵐さんはくしゃみの時はフナッシーになりますよ。だから俺はイガッシーって呼んでますからね。ヒャッホーみたいなくしゃみしますからね、ほんと。いや、ちょっともう、ちょっと、えぐいな。まあ、わけわからん話になってますけどね。まあ、一応、フラッシーもね、白猫に出たんで、一応、白猫とは関係ありますから。そう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 。そんなも一応、俺、もう考えながら話してますから。ほんとか。絶対考えてねえ。まあ、例えば、佐賀さん、誕生日おめでとうございます。え誕生日おめでとうございます。もう今日誕生日なかったでしたっけ。誰と間違えたおい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 近いですよね。でももう近いですよね結構誕生日。いやちょっと待って。えあのねちょっと待って、あのこれね、うん、あの男女の関係やったら怒られとるで。あのかすりもしとらんから今日何日っけ。今日7月のだから27ですよ。もう近いじゃないですか。近いじゃないですか。だって坂さんもな近いってどういうことな。もう近い、誕生日が近いから俺今日佐賀さんのためにハッピーバースデーソングを歌おう気満々に来た。えですけど違います。近え10日だったでしたっけ。いや俺これ何月でしたっけ。11月です。あじゃあもうちょっとじゃないあもうちょいだな。4ヶ月なんて会ってないようなもんなんで。もうちょい。いやもうちょっとこれ以上ねちょっと俺の年を食うのを早送りせんでくれいやでも佐賀さんでも若いっすよ。いやもうね初老よ。いやでもなんか佐賀さんの動画見ててたまになんか料理の音とか聞こえるからそういうの聞くとあーなんかいいなって思いますよね。なんか料理の家庭の音が聞こえるっていうその動画とか見てて俺の奥さんがねそうなんかそういうの聞くとなんか、ね、佐賀さんバーベキュー動画バーベキューからも中継してるしなんかリア充だなとかもう俺嫉妬の嵐ですからね心では。いやいやあれね俺のね、同じ会社のアムイさんっておるじゃん。アムイさんおすごいかっこいい名前ですね、うん。ドラクエアムイっていう、はい、あれチャンネルの名前なんやけどね、はいはいはい、でまあドラクエのモンスターのさスーパーライトのやつをメインであげようっちゃけど、はい、俺それも見てますよ。俺佐賀さんのやつ俺ドラクエやってないけど俺見ましたからねガチャ動画とか。あれねマジドラクエのねガチャはね相当俺はね、はい、楽しくて仕方がないんよ。いや楽しそうっすもん。
爆死することが楽しいというね。よく趣旨がおかしい。やばい。趣旨がおかしい。でも、ね、撮影ありきじゃないですか。撮影しない時に爆死したら相当萎えますよね。ただただ。寂しいね。寂しい。そうそうそう。まあね、うん、まあいやでも今回ね、とりあえずね、一発ツモっていうのが初めてやったよね、俺。あれだから俺びっくりしちゃった。俺あの時さすがに俺ちょっと畜生って思いましたからね。いや思うやろ。だってそのことはさ。ラビーと誰が来たっけ、はい、ラビーと、はい、なんけあの斧の人てか3個ぐらい。サワワでしたっけ。サワワか、うん、名前もわからんもんな俺。俺もだってサワワはいらないからね。正直出てます。いやもう斧はちょっといいわって感じだな。キノコもいますもんね。タカさんシャンピニオンも。シャンピニオンとでもあんま使ってないですよね。タカさんシャンピニオン。シャンピニオン多分2回ぐらいしか使ったことない。佐賀さん絶対好きじゃないな、こういうキャラと思ってるんで。あー嫌いやね。俺分かりますから。俺一つ言っときますけど、俺、はい、佐賀動画は俺多分一番見てますよ。俺多分佐賀さんの一番のリスナーですからね俺。多分佐賀さんの再生回数の9割俺ですから。ちょっとそう 900回やったら俺800回は俺が見てますからね。はっきり言っときますけど、それはそれで結構寒いし。あれやろ、それでサブアカめっちゃ作ってめっちゃ登録してる。だから俺かなり佐賀マスターですから。騎士がいやな。佐賀さんのことなら何でもござれっていう話なんで。そう、はい、佐賀の文化は俺に家状態ですからね俺は。いやいや、だからまあ今日は佐賀さんのリスナー代表として俺はなんかいろいろ佐賀さんにね質問していこうかなってともちょっと思ってたんですけど、今あまり思い浮かばないですね。うるさいわ。予定にないなら言うなよ。予定にはなかったです。今ただちょっと思い浮かんだこと言っちゃっただけですね。ああなるほど。いやでもゲオルグはちょっと今後でどうなんですかね。だからドラゴンライダーがこれインフレの加速がちょっとやばいんで、今後なんかめちゃくちゃなやつ出てきとっすよね、ドラゴンライダーも。なんかだけど友達と俺話しよって、うん、なんかね、まあ大穴狙いやけど、なんか今そのアニメのコラボがなんか8月に来るって言おったやん。あれなんなんすか、あれなんか7つの大罪とか結構言われてますよね。なんか噂、7つの大罪とかなんかフェアリーテイルとかどうのこうのか。ああ、うん、フェアリーテイルは聞いたね。うん、なんなんすかね。なんか一部だとなんかドラゴンボールみたいなことも俺ちょろっと聞いたんですけど、それはちょっと全部武道家やん。全部筆しかいないで。あ、まあ、でもね、一応トランクスが剣でいけますけどね。ベジータはね、うん、俺魔導士と思うよ。しかも速度はいいけどね。あいつすぐさ、ベジータ魔導士合わなくないですか。いやいや、あ、ね、あいつすぐさ M の魔導士ですか。 M の魔導士ここの。すぐエネルギー弾連打するやん。ああ確かに。確かにエネルギー使いがちですからねあいつ。そう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 、すぐね、あの飛び道具を連打して埃まき散らして終わりやからね。すぐ負けますからね。そしてそう、大体一発ね。最初の出落ちですからねあいつ本当。そうそう、でも死にはせんってことで、ね、やっぱり即死回避はやっぱりついとる。確かに、だから魔導士ですね。そうそう、でもね、あの攻撃速度が3倍なんよあいつ。早いな、確かに。連続エネルギーだみたいな話とすもんね。そうそうそう。でも俺言っても俺ドラゴンボールで一番好きなの俺ベジータですからね俺は。ああ、おお、奇遇やね。俺ベジータ一番好きですから。そう、いやー、ああいうキャラ一番好きなんですよ俺、うん、ベジータね。あのね、あとはバーダックともいいね。バーダックすごいところ、すごいところ、まあまあまあ攻めてきましたね。バーダックってバーダックはすごくない。まだ、まあ、あのね、ここで何け、もう何回な、ブルー将軍とか言い出したら結構なかなかやろ。それは俺もわからないです。どんだけドラゴンボール好きなんですか。せめてちょっとドドリアさんとか、ちょっとメニュー特選隊ぐらいとどめてください、ちょっと本当に。ああ、Z 以降のキャラクターね。初期の方俺ちょっとわかんないんでね、さすがに。ドクターゲロとかの方結構ギリギリですよ。ああ、な。じゃあもうドドリアとかの配下におったアプールとかもわからない。わからない。ドドリアに配下がいたことすら今思い出しましたよ。まあ雑魚キャラよね。ああ、まあ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 。ドラゴン、あとは何やろうな。ベルセルクとか大穴狙いでとか言ってね。ああ、なんかベルセルクは俺名前は聞いたことあるんですけど、どういう、なんかあんま知らないですよね。エグさは進撃の巨人みたいな感じ。あ、エグい、確かにエグかった気がする。目の前でこう大事な人が。あ、俺それ好きなんですよ、俺そういうの。俺そういうの好きなんですよ。あ、見た方がいいね、じゃあ。俺なんか進撃の巨人とか見てると結構ムラムラしてくるんで、興奮してくるんですよ。ね。
なんか人が食われ、女の子が食われてるところとか見ると結構まあちょっとこれ変なこと言いますけど、ちょっとまあ変なあれがあるんですよ、性癖がね。ちょっとそれが女の子が食べられてるのを見るとちょっとモンモンするっていう。いや、あ、ちょっとここはまあカットでも大丈夫ですけど。いやいや、ノーカットで。ノーカット。まあ、俺ももちろんノーカットでいきますけどね。いや、あのベルセルクはね、まあまあなんかそういう感じ、あの多分俺もさ、あんまり進撃の巨人ってあんま読んだことないけど、本当ですか、なんかその、食べられるにしても、じわじわいかれるやろ。じわじわですね、進撃は、うん。そう、そんな感じなんよね。とかなんかね、いいな、こう仲間が、やっとおったって死に物狂いで逃げようときに、仲間がおるんやけど、実はそいつも後ろからこう、な、背中からもう全部中身を食われてしまって。うわー、それ俺ちょっと好きなやつですね。いや、だけど絶対ね、ベルセルクはね、見た方がいいね。見ようかな。え、結構でもあれ、関数結構ありませんでしたっけ？結構長いですよね。37巻ぐらいまであるんかな。長いな。俺今ちょっと金がないんでね、ちょっと事情で、いろいろ。知ます。裸でもやしと納豆でしょ？あー、もう、白猫のおかげさまで、ちょっと今金がないんでね、ベルセルク買いたいんですけど、まあ、漫画喫茶とか行って読むしかないでしょうね。ちょっと。いやいやいや、まあね、ベルセルクはね、面白いよ。いや、だからでも俺、サガさんを見習いたいんですよ、ほんと。俺も完全無課金プレイヤーで行きたいんですけどね、やっぱ自我をコントロールできないんでね、ちょっとやっぱ負けちゃうんですよ。いや、もう完全無課金も何も、もう廃課金やから。何を実況動画撮りながらさ、もうこの、あのね、俺がもうね、もう、近っ端笑ったのがさ、はい、黒猫の時よね。あいや、ごめん、えぐり出すよね、申し訳ない。いや、いいんですよ、いいんですよ。俺もだいぶまだ心の傷、癒えてませんけど、まあまあ、笑ってくれたら、まあ、嬉しいかなと思ってる次第なんでね、あれは。あれはちょっとえぐかったんでね、本当に。全部ね、何やったっけ、ミカエラ。そう。あんなことありますってか、あれ、嘘でしょ、本当に。あの時のガチャって俺ね、全然俺、その、みんながみんなピンクしとったから、俺一回も回してないよ、あれ。あ、確かに、でも気持ちはわかる。なんか全部なんかキャラが立ってないというか、みんな似たような被ってましたもんね。そう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 。ほんとゴレンジャーみたいな感じ。はいはいはい。それはわかる。俺もこれ同じやん、みたいな。はい。で、まあ回す気もなかったんやけど、まあ見よって、なぁ、えぐいなぁ。あの時の白猫のガチャ確率は、ほんとにえぐい。いや、もう。びっくりしましたよ、これ、あれ。げんなりしとったもんね。いや、あれ、なるでしょう、佐賀さんも。あれ、あの状況になったら。多分ね、あれ来たら、心折れますよ。しかも、なおかつ無課金であの状況にあったら、もう俺多分やめてますもん。本当に。だって、やっと80連ぐらい間隔空いて、やっと星4来たと思ったら、同じキャラですよ。だって、しかも唯一持ってるミカエラ。そんなこと。そうやな、うん。いや、あれはね、あれはすげえなと、ある意味すげえ。あれはすごいんですよ。びっくりしましたもん、あれ。で、しかも俺、あれが確か一発目の、うん、顔出しの確か動画でもあったんで、結構まあ印象深いっちゃ印象深いです、自分でも。うん、あれが初めてなんだね。あれが顔出しのガチャで確か初めてでした、本当に。うん、初っぱなから結構どでかい感じになっちゃいましたけど。あ滑り出しが最高でしたね、本当。あれさ、しかもさ、もう、動画のよ、まだ半分ぐらいなんよ。半分ぐらいで、もう、いや、もう、次の、課金で最後にしますよ、いいよ。でもね、動画まだ半分ぐらい残った。まだ終了時間まで、まだまだあるでっていう。お前、この後何するんや、みたいな。いや、ほんと。いやー、あれはちょっとなーって感じだったね。だからあの時って、フォースターに混じっとったわけじゃなくて、4? そうなんですよ。もう限定キャラ、だから夏ガチャとか、と同じ仕様です。ああ、そうよね。そうなんです。だから、あんな被るはずないんですよ、本来。いやー、あれはちょっと、しかもさ、はい、結局、あれ以外って なんか出たと？リベーター？あれ以外は、だから、あの後、あのガチャ動画の後に、40連またガチャ動画撮ったんですけど、なぜか撮影失敗して、撮ったんや。あの後40連行ってるんですね。で、それでやっとリベーターが出たんですよ。いやー、それは歓喜やな。そう、だから150回ぐらい回して、2キャラです。黒猫。うん。俺のチャグマよりひどいね。いや、まあ、でも、佐賀さんのチャグマも結構大概展開すごかったんですけどね。66年やったからね。しかもさ。男来ねえと思って。女子校やからね、俺。
俺と真逆のこと言って、俺と真逆の展開にしてますからね。あれだから本当嘘みたいな展開起きますからね、本当。いやまあ本当そうとって。だからあれ心で思ってることと逆のこと言った方がいいですよ、本当に。あれ嘘、あれ録音されてますからね、絶対。って言うやん、はい、って言いようんやけどさ、毎回何も出んやん。ここから録音されてますからね、わけわかんない。何にすがっとんかもうわからんわ。確かに。いや、佐賀さんにだからもう無課金、あんま課金欲を抑えるポイントをね、ちょっと今日教えてもらおうかなと思ってたんですよ。俺どうしてもちょっと熱くなっちゃうと止めらんないんで、やっぱ僕は無課金の佐賀さんに、やっぱあのちょっとコツみたいな、あれば教えてもらおうかなと思って、自分の心を支配する、コントロールできる。まあね、うん、俺は、うん、あ、ちなみにね、今ね、はい、まだ今日デイリーのミッションやってないけど、はいはい、俺もやってない、デイリーミッションやったら3000超えるけん、ジュエル。すごいっすよね。だ今の時点で2000。そう、3000となんか2000、てかちょっと少なくなると1800ぐらいをうろちょろしてますよね、ずっと。3000以上あんまいかないっすよね、でも。3000いかんのよ。3000いったらもう自分の中で多分、まあもういいだろうみたいな。ちょっと使っていいだろうみたいな。多分ね、3000超えたら、今度2000切ることが怖くなるんよね。ああ、うん、俺今もう1000切るとちょっと俺あとどうなるんだろうと思うもん。だから多分佐賀さんはゼロになっちゃったら多分本当にやる気なくなっちゃう人でしょ、多分やめちゃう、それこそ。うん、なんかちょっとジュエルいっぱい持っといて楽しみでいくみたいな、はい、うん、な何を俺こんなジュエルばっか集めとんだろうなって感じ。でも俺それが一番でもいいかなと思いますよ、本当。いやでもね、他の実況でもね、俺、結構言っとうけど、はい、まずね、はい、なんかその、普通の他の、なんか今、やりようさ、はい、たまにあげよう、サモンズボードとかも、俺もちょっとやりよったことあるんよ。はいはい、とかもそうやし、はい、まあ、パズドラしかり、なんでもそうやけど、はい、むちゃくちゃインフレしていって、あ、そうですね。物理的にさ、クリアができんくなるやん。あります。だけどさ、白猫は、こう、ぶっちゃけ例えばじゃあ初期のガーネット新規解放が来て、じゃあガーネットで、はい、じゃあ墓標ソロやりますってなったとして、はい、結局さ時間がかかったとしても食らわんければそうなんですね、いいわけやん。そこが白猫のいいとこですね。そう、そこがね、やっぱその愛着を持ったキャラをずっと使い続けれる、はい、まあ、他のねその協力プレイで煙たい顔をする人がもしかしたらおるかもしれんけども、まあ、それはまあでもほっときましょう、はい、そうそうそうそんなのはほっときましょう、はい、はいはい、はい、そうなんですよね、そういうのがね、はい、やっぱキャラの愛着でいつまでもねこうやっていけるっていうのがね、はい、そうなんです。いいんで、俺は未だにこう弓枠はもうレイブンやし、あー、レイブン、いまだに俺も使ってないけど、うん、まあ好きですよ。いやー、黒欲って読むかな、黒、はいはい、黒、うん。と、まあ、槍って俺、でもいまだにガレアしかおらんくて。いやー、俺、ガレアさえ持ってればもう十分だと思いますよ。いやでもね、ガレア、俺、めちゃくちゃ欲しいもん、今でも。いや、あのね、いやいや、まあ、申し分ないよ、かっこよさ、もう本当に。かっこよすぎる、あとこの声。はいはい、途中でちょっと、あ、今ちょっと佐賀さんの生佐賀さんのちょっと生ガレアをちょっと聞きたいなと思ったんですけど、ちょっとたまにやってるじゃないですか、なんかちょこちょこっと、うん、ワイツクスってやつやろ。あ、今のはちょっとカットですね。はい。うっせ、この空気どうしてくれる。いや、空気もクソも俺ら二人しか今言いませんから。空気もへったくでもないですよ、正直。はいはい、俺は笑ってます、俺笑顔ですから。いや、わかりました。じゃあ、古、はい、賀さん、じゃあ、どうぞ。なんですか？いやいや、お得意の。はい、もう、お箱でしょ、ガレアは。ガレア？俺、ちょっと、今、思い出せないんですよ、セリフが。え？最近、物忘れがひどくて、なんだっけな、ガレアって。なんて言ってたんですか、ガレア。キャラの画面開いた時？いや、もう分かんないです。もう、何もかも忘れちゃったんで、もう、やめときましょうか、今日は。次回に、ちょっと持ち越しということでね、今日。まあどうしてもっていうならやっぱりちょっとあのこっちの方をね、ちょっとこっちの方をちょっといただかないと、俺もやっぱりクオリティがやっぱりちょっと佐賀さんとはちょっと異なるんで、これ発生しますよ、正直。お前の提供不幸に。ちょっとやっぱりね、ちょっとチップもらわないとね、俺も正直やってられないんでね、そこも俺がやっちゃうと。わかった、いいね押しとくわ。